横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対玄武セパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の伊能、玄武の先発は切れ味抜群の変化球投手ニール、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。玄武先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で頼れる助っ人サンタナ。ネクストバッターサークルには小西、打ちました、痛烈、いった、入った入った、ホームラン、第5号先制ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。玄武追う展開で迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で頼れる助っ人サンタナ。第2球ボール、第3球を投げた、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、サンタナナイスバッティング。玄武追う展開で迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で頼れる助っ人サンタナ。低めボール、第2球投げた、アウトロー、際どい球、ボール、第3球を投げました、決まった、ストライク、投げました、これはいい当たりだ、いった、入った入った、ホームラン、第6号ソロホームラン、サンタナ今日これが2本目のホームラン、ストレートを狙い打ち、形の悪い一発を放ちました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイをご覧ください。玄武追う展開で迎える7回です。今日2本のホームランを放っている頼れる助っ人サンタナ。第2球投げました、ボール、第3球を投げました、打った、カリのボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。玄武三者凡退に倒れました。7回の表が終わって5対3、ベイスターズ2点リードは変わりません。あず降板、マウンド上は頼れる助っ人エスコバー。今日4番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。このチャンスは何とかものにしたい。初球打ってきた、クリーンヒット、シーギ一気にホームへ、バックホーム、間に合うかどうか、玄武2点返しました。サンタナタイムリー。さあ、これで2アウトランナー1塁、玄武やりました。先ほどのプレーです。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は7対5、玄武2点差で敗れました。勝利投手は伊能、敗戦投手はニール、そして西武はエスコバー。玄武残念な。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対玄武
セバ交流戦2回戦の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の大貫、玄武の先発は燃えるガソリンタンク柳井、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。ツーアウトランナーなしという場面で頼れる助っ人サンタナ、背番号99、投げました。初球打ち引っ張った、ファール。第2球投げた、打ちました、これは内野フライ取って、これで3アウトチェンジ。玄武三者凡退に打ち取られました。玄武この回無得点です。同点で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で頼れる助っ人サンタナ、第1打席はピッチャーフライに倒れています。第2球投げた、危ない球、一塁牽制、一塁タッチセーフ。第3球を投げた、あっと、いった、入った入った、ホームラン。第7号ツーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、スプリットを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。今の勝ち越しのシーン、リプレイでご覧ください。玄武追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で頼れる助っ人サンタナ、通算500安打まであと9本としています。打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、ここはうまい守備に阻まれました。小村降板、マウンド上は上茶谷、今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げた、打った、これは強烈、さらに伸びていく、フェンス直撃、ライトからセカンドへ、サンタナいいバッティングを見せました。同点で迎える10回です。今日2本のヒットを放っている頼れる助っ人サンタナ。第2球投げた、ストレートはボール、外角高め。第3球を投げました、ジャストミート取りました、これで3アウト。玄武打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。10回の表が終了して4対4、現在サヨナラ負け、玄武敗れました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対玄武、セパ交流戦3回戦の模様をお送りしてまいります。ベイスターズの先発は右の戸上、玄武の先発は魂の二刀流小西、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。ツーアウトランナーなしという場面で頼れる助っ人サンタナ、通算500安打まであと8本としています。見送ってストライク、初球ストライクから。第2球投げました、スローカーブ、ボール、投げました、決まった、ストライク。次は4球目投げました、打ちました、ファール。第5球投げました、打ちました、山田掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。玄武わずか3人で攻撃が終わりました。玄武スコアボードに0の文字が入ります。玄武ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー2塁という場面で頼れる助っ人サンタナ、打ちました、痛烈、入れば同点だ、入った入った、ホームラン。第8号同点ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ヒットを逃しませんでした。今
チームメイトが迎えます。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。現部追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で頼れる助っ人サンタナ、今日2打点を挙げています。投球これから2球目、ボール。投球は3球目、投げた、打った、内野ゴロ、セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって5対4、現部この回逆転に成功しています。現部リードで迎える8回です。今日2打点、頼れる助っ人サンタナ、通算500安打まであと7本としています。投げた、落ちる球、空振り、少し迷ったか。第3球打ちました、これはいい当たり、一塁送球、アウト。サンタナいい当たりでしたがセカンド正面、これで痛恨のサヨナラ負け。現部悔しい敗戦です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように6対5、現部最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。いいでした。またね。またな。